はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第256回でございます。今回は止まらないで動く姿というテーマで喋っていきます。で、あと44万人ありがとうございますっていうのと、一緒に勉強する生放送についてお願いがありますので、よかったら最後までお付き合いください。でですね、ちょっと投稿が遅くなってしまって申し訳ないです。ちょっと撮影が間に合わなくてですね。で、もう一個は、ちょっとなんですけど、風邪をひきました、多分。わかんない、多分なんで、花粉症かな？微妙なとこなんですけど、で、くしゃみと鼻水がね、結構ひどくって、もしかしたら、撮影中くしゃみ出るかもしれないんですけど、頑張って我慢するけどね。そこちょっと許してください。では早速行きましょう。で、今回はですね、まあ、あと、まあ、自分の、まあ、生きてるというか、まあ、活動していく中で、この YouTube のね、活動していく中で思ってることとか、最近ちょっと心境の変化なんかがいろいろあって、でもその辺はね、少しみんなと共有できたらなと思うんですけど、まあ、みんな、受験生が特に多いですけど、まあ、学生のね、みんなにこのチャンネル使ってもらってて、まあ、みんなも勉強頑張ってるじゃないですか。で、その中で、やっぱり自分も動画を撮るだけではなくって、そのも含めて頑張ってる姿、っていうのは、やっぱり見せていきたいって思ってます。で、それはずっとこの6年間ずっと思っていることで、まあ一番は背中で見せたいと。ね、頑張ってる姿を背中で見せたいし、やっぱりいいことばっかじゃないし、大人になればなるほど、この悩んでる姿とか、弱いところっていうのをどうしてもこう見せなくなっていくんですよね。それはまあもちろん大事なことだとは思うんですけど、自分は、まあ、あえてというか結構見せてしまうんです。こう、ダラダラジオで悩んでることとか話したりすることもあると思うんで、でそれは、やっぱりこの年になったっていっぱい悩むし、悩んだり迷ったりするけど、でも、それでも足を止めずに頑張っていってる姿を見せて、それで、じゃあ私も頑張ろうって思ってもらえたらいいなっていうのはすごく思ってるのね。だから特に、まあ自分はすごい悩みやすいし落ち込みやすいから、まあ平均を取ったらわかんないけど、この年の平均の方よりは、まあ結構悩みやすいのかなと思うんですよ。だけど、まあ、それでも頑張ってたいと。で、その中で、その止まらないで動く姿ってとこなんですけど、みんなもね、なんか新しいことをやるときとか、ちょっとチャレンジをするときって迷いません?どうしようかなって。例えば、失敗したらどうしようとか、まあ、例えば、誰か人が関わる場合は、その人に嫌な思いされたらどうしようとかさ、じゃ何かするのに誘うと、その人を。誘った時に断られたらどうしようとかって、いろんな、その、マイナスのイメージが出てきて、足踏みをしてしまうというか、足が一歩前に出ないみたいな。で、結局やんないみたいなことって、過去に一回ぐらいは経験あると思うんですよ。で、自分もすごく多いタイプで。で、昔は、なんか、やる前に考えすぎちゃうんですよね。今も考えちゃいますけど、ある程度は。で、考えすぎて、もうわかんないよ、無理、やんなくていいや、みたいな。が多かったんです。でも、この活動をやってるとさ、やっぱり会社に勤めてるわけではないので、自分次第で、まあ、頑張りの幅が広がっていくわけですよ。で、そうすると、こう、足踏みしてしまったら、もしかしたら可能性の一個を潰してる可能性もあるわけよね。そう。で、今回何が言いたいかっていうと、コラボの話なんですけど、実はですね、まあ、先日ちょっと一個コラボ、あれね、ツイッターで言ったから、あれなんですけど、予備校のノリで学ぶの予備ノリくんね、たくみくんです。多分知ってる方多いと思うんですけど、とコラボさせてもらって、それが来週かな？来週の金曜ぐらいに投稿する予定なんですが、その他に、一個ですね、ちょっとコラボを、まあ、したくてですね、で、その人とコラボしたいっていうのもあるんですけど、ちょっとこういう趣旨でみんなに頑張ろうって思ってもらえるような内容のコラボをしたくって、いろいろ考えた末にある方にちょっと依頼をしたんですね。で、まあ、それ今回答待ちで、ちょっと日時くださいみたいな返事するまでっていう状態なんですよ、今。今その状態なのね。で、まあ、正直、まあ、いつも言うけど、教育分野、特に自分みたいに面白みのないチャンネル、そのエンタメがないチャンネルの人、と、その、教育じゃない方、つまり、ま、エンタメというか、そのね、楽しいとか、面白いとか、笑えるとか、癒されるとか、そういう系の方が、自分とコラボするメリットって、ほぼほぼないわけなんですよ。だから、まあ、逆の立場になった時も、まあ、迷うよなって、あって、あの人とコラボしても、いいことなくないって思われちゃうだろうな、とは思ってるのね。で、それを考えた時に、やっぱコラボの依頼って、すごくしにくいの。だって、断られるって、やっぱり、なんていうのかな。やっぱちょっとシュンってなるじゃん。どうしても。なるし、OK ってなったとしても、すごいこう、無理しちゃったかなとか、無理させちゃったかなとかって、やっぱ思う時もあるわけなんだよ。まあ、今年の頭か。はじめ社長とね、はじめさんとコラボさせてもらって、もう、ありえないコラボだったわけ。本当に。今考えてもね。だから、振り返れば、その、まあ、はじめさんちょっと無理させちゃったかなって思うところも、なきにしもあらずだけど、でも、
やっぱりですね、その時間取ってコラボしてくれて、別に会ってる時なんか全然嫌な顔もしないしね、普通にやってくれて、すごく、オフの時、カメラ回ってない時でもいろんな話していただいて。で、なんか、だから、そう思うのは、なんか違うんだけどさ、でも、やっぱり今またコラボをお願いしようと思った時にはやっぱ考えちゃうわけ。いろいろね、余計なことをさ。で、正直そのお願いするのを迷ったの。で、今回の方が多分、OK がいただける確率は低いかなと思ってます、正直。うん。でも、やっぱり迷ったの。そのね、連絡をするときにどうしようかなって、メールというかその文面書いて、消して、書いて、消してって、もうね、何回も何回もちゃんと伝わるようにって書き直して、で、送るかな、どうすっかなって考えたんだけど、その時に、やっぱりその、いつもさ、みんながコメント欄とかさ、ツイッターのリプとかメールとかで、頑張ってるんですとか悩んでる姿もね、送られてくるけど、こうやって頑張ってるんですとか、いつもありがとうございますとか書いてくれるわけよ。で、それ読んだ時に、迷ってる場合じゃねえぞ、ハイチと。そうそうそう。お前はそういう、そこの、例えば、お願いして、断られて、それも全部含めて見せてくんだろって思って、だから送りました。それは。そう、まあね、まあ、回答待ちだけどね。もしかしたら実現するかもしんないし、実現しないかもしれない。で、もしかしたら今回断られても、数年経った後に、もっと自分のチャンネルが大きくなって、プラスの、ね、相手方にプラスのことが与えられたら、もしかしたらコラボが実現するかもしれない。わかんないけどね。だから、そういった意味で、みんなにもね、これからは受験勉強とか勉強においても、そうなんだけど、将来のこととか考えた時に、やっぱりいろんなことで迷うと思います。で、足を止めたくなったりとか、考えすぎてもう嫌だってなる時もあると思うんだよ。でもね、やっぱりね、足は踏み出した方がいいと思うの。足を踏み出さなかったら、もちろん傷つくこともないです、きっと。マイナスもプラスもないもん。だって動いてないからゼロなんだもん。だから、動いたことによってマイナスを食らうかもしれない。嫌な思いをするかもしれない。でもね、きっと嫌なこと、嫌な思いをしたとしても、それも考え方とか、その後の人生にとって、今その瞬間マイナスでもプラスに変えることはできると思う。自分がもし今断られます、そのコラボ。きっとへこみます。いや、結構へこみます、きっと。言えないけどね。誰とか言えないけど、それは。でも、へこむけど、でも、それをプラスのエネルギーに変えることはできる。その自信はある。じゃあ、頑張ろうって、やるしかねえなって。くっそーと思いながら、きっと。そう。でも、その方好きな人なんでね、そんなくっそーとか、そのなんだろう。そういうふうには思わないけど、でも、この畜生もっと頑張んなきゃっていうふうには持っていける。だから、みんなもそういうふうに、なんか、これからね、今壁にぶち当たってなかったとしても、これから人生、過ごした中でぶち当たることもあるかもしんないんで、そういう風に思ってもらえたらなと思ってます。はい。で、あとはですね、じゃあ下行きましょう。で、あとも44万人ありがとうございますということで、昨日かな?そうです。昨日、登録者44万人行くことができました。本当にありがとうございます。皆さんの、拍手しとく。効果音入ってないから、拍手。みんなのおかげです。本当にありがとうございます。で、当初はですね、45万人が、今年度の目標だったんですが、おそらくこの数字は大丈夫かと思います。たまにね、登録者がっつり減る時があるんで、もしかしたら、なんか事故る可能性もなきにしもあらずなんで、もちろん、油断せずにやっていくんですが、まあ、これは、硬いかなと思って、で、夏休み中に、登録者の目標を50万人上げました。で、正直ですね、ちょっと数字の話をします。残り6万人ですよね。で、残りの日数があとね、Excel でやったファイル、今消しちゃったんだけど、100何日か ?9、10、10、12。そうね、108ぐらいだったから忘れちゃったけど、日あるんですよ。で、計算すると、割り算すると、1日あたり560人ぐらいの登録者の増加が必要になります。今、50万人行くには。560人です、1日。これですね、ここ数日で行ったことないです。1日の数字で。自分のチャンネルが560人増えるっていうのは、テスト前とか、夏休み前で、なんかすごい良くって、1日1000人とか増えてる時もあったんですけど、500超えるっていうのはなかなかないんですよ。で、それを108日全部達成しなきゃいけないと。正直言えば、相当厳しいです。去年の数字ももちろん全部、ファイリングしてあって、印刷してね、してあるんですけど、どう計算しても、47万5千人がいいところかなという感じです。だけど、やっぱりね、ちょっと前も話しましたけど、50万いって、みんなに、こう、祝ってもらって、自分もすげえ嬉しいし、で、多分50万いったらね、40万とか30万の時と違うちょっと感動があると思ってて、だから、やっぱそれを行きたいなと。だから、厳しい数字なんで、ちょ、お前子供さばいててごめんね。厳しい数字なんですけど、頑張りたいし、で、ちょっとツイッターとか、この前ツイキャスでは話したんですけど、50万いったらね、ちょっとイベントやりたいなと思って、で、何やるかっていうと、
なんだっけ、六本木、森タワーって、なんだ、ウームの事務所とかさ、YouTube スペースがあるところなんですけど、東京で、なんだっけね、ちょ、地方の方ごめんね。その YouTube スペース借りて、なんかみんなで集まってさ、こう、まあ、もちろん、動画出れる人しか来れないんだけど、そこは。みんなで、ちょっと一緒に勉強しようぜ、みたいな、YouTube スペースで。そしたら、この前 YouTube ちょっと、Google さん行ってね、担当の方とお話しさせてもらったんだけど、そう、いいですよ、大丈夫ですよって言ってくれたから、それやって、なんか、50万。その後、1時間みんなで勉強してさ、その後1時間なんか、雑談っていうか、質問。それなんか生放送とかできたらいいなと思うんだけど、なんかそんなもできたらなと思ってるの。そう。もちろんそれは50万いかなきゃできないことなんで、でも、厳しい状況だからこそ、50万いったらどんなことできるかなってワクワクしないとさ、やっぱり。そう。頑張れないし。で、何が起こるかわかんないじゃん。正直、何年か前は3万人目標を達成するかも厳しかったんだよ。3万人がね。でもできたし。10万人行って30万行ってって、ここまで来れたのみんなのおかげで。そう。だからやっぱり諦めるわけにはいかないから、相当厳しいんだけど。でも、やれるだけ頑張ろうかなと思ってますんで、応援よろしくお願いします。はい。で、あともう一個が、一緒に勉強する生放送なんですけど、この前、ツイキャスじゃない、ごめん、ツイッターでテスト時期いつですかっていうちょっとリップを、じゃあね、ツイートをさせてもらって、たくさんね、リップいただいたんですよ。で、もうね、テスト終わっちゃった方もいたんで、ちょっともそれは申し訳ないんですけど、9月の最終週から10月の1週2週がやっぱり多くって、で、今週からですね、生放送で、YouTube の生放送で一緒に勉強するっていうのをやっていこうかと思います。で、今ちょっとモデレーターさん、お願いして、その自分が勉強してる作業中に、こうコメント欄をちょっと管理してもらえるように、いろいろちょっと調整をしてるんですけど、で、その結構雑談の回、生放送、雑談する回と、もう無言でね、生放送来てみたんだけど、なんかハイチに一言も喋んねえよ、みたいな。生放送も結構増えると思います、これから。で、その時にお願いがあって、割と、なんだっけ、一緒に勉強の方の生放送って去年の傾向から言うとちょっとコメント欄荒れるんですよ。自分が何も言えないんで。あとコメント数も減るんで、やっぱり。みんな勉強してくれてるからね。で、そうすると、それにやっぱり、いつも応援してくれてる方はイラッとしてね、結構反論して返してくれる方もいるのね。自分フォローしたくって。だけど、そこはスルーでお願いします。それをすごくお願いしたくって。その気持ちはすごく嬉しいの。自分をね、フォローしてくれようとする気持ちは嬉しいんだけど、やっぱそこが、売り言葉に買い言葉になってしまうので、そこの管理は自分が気づけば、できればね、ちょっとカタカタ音が鳴ってしまうけど、自分を消そうとするし、信頼するモデレーターさんに、その辺はね、管理してもらおうと思いますので、その辺よろしくお願いします。で、あとは、そういう結構変わった生放送、他の方があんましない生放送なんで、変わった生放送が始まりますけど、うまくタイミングがあったらね、ぜひ使ってみてください。その生放送するかどうかは、その日になっちゃうと思うんですけど、Twitter とか、あとは YouTube のコミュニティ機能のね、やつでも言いますので、ぜひ、気が向いたら参加してみてください。はい、という感じでございます。ちょっといっぱい喋っちゃったけど。はい、という感じで、じゃあ今回は、ハイチのダラダラジオ、第256回。止まらないで動く姿というテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いてくれてありがとうございました。では、また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらも聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。